ラモスに三田、ラモスこぼれたところ、スティールしました三田、そして前ユトファス、ビハインドのバックパスからの久保田、2回ですかね、3回連続で続いてしまっているので、はい、この辺で1回切りましたね、うん、ユトフから久保田、いつもは逆なんですけどね、これが。そうですね、ただまあ本当にしないと、はい、茨城ですね、こっちのちゃんとしなきゃ、ああいうふうにフリーで打たすことは良くないですね、うん、平尾、うん、ローポストへの合わせ、どうやってそのシュートを作り出すかっていうところがキーになると思います。ちょっと流れに乗ってるアッター、田口のいいスティールから後ろにパスしてザック、アッター連続得点です。ここいい先ほどのシーンです、田口が奪ってこれ自分で持っていかずに後ろのザックを使いました。あ、よく見てました、アメリカも高さありますからね。左コーナーにいるのはハナシューター、ジョン・ムーニーがスクリーンで上がってきました。スミスももう一度スクリーンをかけていく、富樫が行ってムーニーに預けてゴールした。最初の得点、花田さん、今日は逆ですね。カリオユースケ、テーブス、ゴール下川又、ドブラスに渡して川又、いいよく見ていました、デイビッド・ドブラス。38.9% とこれもリーグトップではあるんですけれども、4割近くにおそらくチームとして。アンソニー・ローレンス、セカンド、誰を狙ってくるか、西田、うまく通った、最後、三河にいいプレーが生まれました。ロングを呼ぶ、テイクリジェクトから橋本、ピックを使って、浮かせて、ボールを使って、アリュープになりました、はい、この時点で、パスが当てますね、ドッキシャです、はい、ボードに当てて、はい、いやもう今日のハイライトですね、これは、これアウトナンバーですね、チャンスですよ。半沢、中に入れて、ヒックス、決めました、うん、がピックなのか AI なのか、ベンドラメ、ジョーンズ、ゴール下でジョーンズです。そうですね、広島もスリーポイントの指導数がリーグでも高い方なので、はい、やはり自信の持ったプレーから入っているんだと思います。オープンから小西のスリーポイントです。今はいいスティールのところからファストブレイクに持っていったシーンですね。そして今度は並里のスティールからトレイ・ジョーンズ、宇都宮タイムアウトです。結構早いですね、お互いファーストショットがいい形で打てたというところもありますし、ここの2ポゼッションの、はい、やっぱチャンスがあるところでしっかりね、あのディフェンスからリズムを作りながら、はい、あのシュートを放っていくというところは、またこれ狭いところ、ね、ラベルからヒックス、1点差になっています両チーム。さあ河村が抜けてくる、ジャクソン、いいコンビネーションを見せていく。ボールの動きというのはしっかり共通で理解されている感じですね、はい、オリバースピードに乗っていく、切り裂いていきましたというのがアルバス東京です。いや本当ですよね、インサイド、ジャクソン、バスケットカウントですね、エンドワン。